それがサビ川のアライゴスなんだけど通行止めじゃない普通に走るよね。はい、アキラです。ここはね、東北道で、那須黒磯の辺ですね。これがサビ川、これがサビ川というね、有名な川なんですね。このサビ川にはね、アライゴシって言って、まあ、川の中を走れる道があるんですね。下流側と上流側にもう一つあるんで、そこに行ってみたいと思います。黒磯板室インターチェンジ、ここですね。那須の辺来たらね、雲が多くなって気温もねちょっと下がってきたね。この辺だけどね、道はあんのかな、これか。これなんかブリヂストンかなんかのテストコースだね確かブリヂストンかこの辺にねテストコースがあって、それのバンクだなこれ。あ、ここだ。これがね、サビ川のアライゴシってやつなんだけども、全然アライゴシじゃないんだよこれ。ただの砂利道だけども、これがね、川の真ん中なんだね。これ上流にもう一箇所ね、同じようなとこがあったんだけど、これで終わりだな、つまんないよ。まあせっかくだからもう一回戻って行ってみよう。台風の時は通れないって書いてあるね。まあ、これどう見てもね、ただの砂利道なんだけども、写真撮ってきましょう。これがサビ川の、アライゴシでした。ここからね、また上流側に移動してもう一つのアライゴシに行ってみましょう。この辺がかな。あ、通行止めって書いてあるな。これがサビ川のアライゴシなんだけど通行止めじゃない普通に走るよね。
か普通に行けちゃったね。増水の危険があるときは通行止めって書いたんだね。普通に安いじゃんね。ここがサビ側ですね。これどこまで行けんだろう。結構いけちゃうんだね。あ、まあ、僕は先はいけないことはないけど、やめてきましょう。はい、うわすごいなこれ、サビが。まあこいつもね、水がないんだ。台風の時以外水が流れてないからね。まあこんな感じです。はい、以上サビ川の洗い越し探索でした。今回は以上です。